はい、皆さんこんにちは、ピカです。シュタインズゲートエリートやっていくよ。ペイリスは子供の頃からそういう会議に出たりしてるのにゃ。つまり今の秋葉はこの猫娘の趣味のせいでこれほどまでに混沌化したというわけか。フェイリス、恐ろしい子。でもでも、今の話は内緒にしといてほしいにゃ。なぜだ。知りたいのかにゃ。それはフェイリスはフェイリスだからにゃ。おのれ、小バカにしよってこの猫娘が。というわけで、みんなにはこれまで通りフェイリスラブの大ファンとして接してほしいにゃ。接します。全力で接します。いい宣言だ。マユシーもね、フェリスちゃんのファンだよ。フェリスちゃんのメイドさん魂はとってもすごいんだもん。憧れちゃうよ。いいぞマユリ。さあ次、岡部、君の番だ。ダルもマユリもすっかり浸水しているようだが、俺には異論があった。俺はフェイリスラブなどではない。何？あまり調子に乗らないでもらおうか、フェイリスニャンニャン。でなければこの高級マンション全体が血に染まることになるぞ。家にわざわざ呼びつけて自らのセレブっぷりを見せつけ、この俺との交渉において精神的優位に立とうとしたのだろうが無駄なこと。なぜなら俺は狂気のマッドサイエンティスト、王院教魔だからだ。理由になってねえ。これでフェイリスはヒーッとガクガク震えながら俺に許しを乞うことだろう。はにゃー、自分を貫き通す人って素敵にゃー。なんだと。ダルも行くんだ。俺も言いたい。正直なこと言うと、あんまりフェイリスのこと話したくなかったにゃ。これまでいろんな人と会ったけど、アキハの跡取りって話すとみんなフェイリスをフェイリスとして見てくれなくなるのにゃ。フェイリスとアキハルミホは分けてみてほしいのにゃ。分けるも何も、お前はすでにフェイリスニャンニャンとして確立しているではないか。その点については全面的に同意するぜオカリン。ニャンニャン語を話し猫耳をつけている時点でそこにいるのはフェイリスなんだ。そうだ、意識しすぎているのはお前の方だということだ、フェイリス。お前は自意識過剰なのだ。俺にとってお前はどこまで行っても勝てる気がしない猫耳メイドでしかない。にゃ、ありがとにゃ、今日は。俺、感謝されるようなこと言ったか。さて、
与太話も済んだところで本題に入ることにしよう。それでフェイリスよ、 IBN5100 を探す代わりにお前が要求する交換条件とは一体何だ。よく吟味して条件を出すことだな。俺の右手は一度解き放たれるとあらゆるものを破壊し、後には何も残らないとだけ言っておく。大丈夫にゃ。そうにゃ、この猫耳にはあらゆる能力を完全無効化するニャンニャンクリアーという力が備わっているのにゃ。知ってたかにゃ。ほんとに兵馬の力が暴走したときはフェイリスがきっと止めてみせるにゃ。勝てない。やはりフェイリスとのこの手の話をすべきではないな。さてさて、それでは発表するにゃ。フェイリスからの条件は、タイムマシンを使わせてほしいにゃ。なるほど、なんとなく予感はしていた。昨日メイクインで兵馬たちが話してたにゃ、タイムマシンを開発したって。いかにも、俺たちは人類史上初のタイムマシン実験に成功済みだ。だから人類史上初はセルンだっつの。だが勘違いするな。タイムマシンとは言っても、机の引き出しを搭乗口にしている青い猫専用の4畳半タイムマシンほど万能ではない。あれは万能すぎる。俺たちが成功したのは、過去の誰かの携帯に18文字までのメールを送れるというレベルだ。ただし、これだけでもノーベル物理学賞ものであり、人類の歴史を塗り替える超絶スーパーな発明だがな。過去の誰かにメールが送れる、それってとってもすごいにゃ。ぜひフェイリスにも使わせてほしいにゃ。タイムマシンは我がラボにおける最重要機密事項だ。どうしても使いたいというならば、ラボ面になってもらう必要があるが。ラボ面って何かにゃ。あのね、マユシーたちのサークルの仲間になるっていうことだよ。マユシー的にはね、フェリスちゃんがラボ面になってくれるのはとっても嬉しいな。右に同じく。というか、大、ガン、ゲイ、ぜひ入ってください。お願いします。どうすればラボ面になれるにゃ。契約書などは存在しない。必要なのは、そう、契約者同士による血の盟約のみ。血の盟約。何時、フェイリスニャンニャン、イニシエよりハイエンシェントワードにて語り継がれる法典に従い、ラボ面へと加わることを望むのならば。その肉、その骨、その血を天の杯へと捧げることを誓い、名役という名の洗礼を受けよ。
察すれば古代の神はそれに応え何時にラボメンナンバーを授けるだろう。わかったにゃ。血の迷惑を受けるにゃ。ではフェイリス、お前をラボメンナンバー007に認定する。はいにゃ。これでタイムマシン使えるのにゃ。ああ、そういうことになる。ただし他言無用だ。裏切り者には死を。それが我がラボの掟だと覚えておけ。そうだったんだ。本当そうだったんだね。初めて聞いた。だからオカリンのこの場だけの思いつきだって。俺は自らの携帯を取り出すと耳に添えた。俺だ。フェイリスはまんまと俺の思惑にはまったよ。所詮17歳の小娘ということだ。あの猫娘は俺との交換条件によって人類に禁断の果実であるタイムマシンを使うという欲望を満たしたつもりでいるが、この俺、法王院教魔の手のひらの上で踊らされていることに気づいていない。俺が猫娘との条件を受けた理由だと？そんなもの決まっているだろう。すなわち。そこで俺はにやりと唇を歪めた。おそらくこの瞬間、俺の刃がキラリと怪しくきらめいたことだろう。刃などないが。あの猫娘は実験台なのだ。何？下道とはひどい言い草だな。あながち間違ってはいないがね。では予定通り次の実験に移行する。すべてはシュタインズゲートの選択。エルプサイコール。今誰と電話してたにゃ。どうやらすべて聞かれてしまったらしい。気づくのが遅かったな、フェイリスニャン。すでに血の迷約はなされた。契約を破ればお前という人間には破滅が訪れるだろう。もう逃げることはかなわんぞ。随分せかすな。タイムマシン、正確には電話レンジカッコ仮と呼ぶが、それは我がラボにある。今回は電話レンジカッコ仮、本来の使い方を応用してみよう。つまり遠隔操作だ。ラボではクリスが留守番をしていたな。電話レンジカッコ仮の設定についてはあの助手にやってもらうことにするか。フェイリスにどのメールアドレスへ送るのかについて聞いてみると、10年前の父親という答えが返ってきた。そのアドレスをメモに取っておく。送信先は10年前、2000年の4月3日。どうしてもその日の午前8時頃に送りたいとのことなので、ネットを使って
ウルード氏も計算し、86,168 時間という結果が出た。ということはね、86,000 秒も動かし続けないとダメなの？電話レンジちゃん疲れちゃうんじゃないかな。いや、実際にその秒数を動かすわけではない。これまでの実験からそのあたりがどうなっているのかも分かっている。放電現象が起きた時点で遅れば、過去へは届くのだ。ゆえにバタフライ効果により残りの秒数についてはキャンセルされるはずだ。これまでのパターンだと D メールを送ったという事実がなくなり、受信先に送られた D メールのみが残るのだ。これまでのパターンだと D メールを送ったという事実がなくなり受信先に送られた D メールのみが残るのだ。説明は終わった。次は D メールの内容をフェイリスに考えてもらおう。遅れ文章は書き終わったか？どんな内容だ？過去を変えるものなのだろう？それはそのなんだ、いつものリンリンとした態度が影を潜めているが。恥ずかしいにゃ、企業秘密だにゃ。秘密だと？ふざけるな。これは実験だ。内容を公開してもらわねばデータを検証できないではないか。何言ってるにゃ、これは実験じゃなくて交換条件だにゃ。フェイリスは実験のためじゃなくて自分のためにタイムマシンを使うのにゃ。卑怯だぞ。オカリンも人のこと言えないけん。ダルメ、フェイリスの側につくつもりか。女に弱いスーパーハーカーが。フェイリスは携帯を隠したままで、あくまで見せるつもりはないらしく、俺を睨んでいる。オカリ、あのね、きっとプライベートな内容だから、詮索するのは良くないと思う。なんと、マユリまでがフェイリスの味方だというのか。旗色が悪い。これではフェイリスを手のひらの上で転がしているつもりが、転がされていたのは俺だったというオチではないか。仕方ない、とりあえず実験を優先しよう。俺だ。そちらの状況を伝えろ。あの女、切りやがった。そりゃ切られるっしょ。オカリンの電話の仕方に対応できるのは多分僕とマユシぐらいじゃね。フェイリスも対応できるじゃないか。もう一度かけてやる。ハロちょっとテンションが低くなってる。おお、隠居魔だ。無言で切るな。なんだ、岡部か。てっきりいたずら電話だと思った。こっちの番号は表示されているだろう。いきなり意味不明なこと言われたら怖くなって切るわよ。それはつまりこの俺、鳳凰院教魔の狂気ぶりに威風を覚えたというわけだな。それなら仕方な。あいつまた切った、また切ったぞ。そうだ。
頑張るんだ、岡部。だからオカリンの電話に対応するスキルは僕とマユシしか持ってないと何度言えば。うん、もう一度だ。ハロー。岡部凛太郎ですけど、電話レンジカッコ仮の設定を少しいじってほしいんです。初めからそう言えばいいのよ。そうだ。でも電話レンジ使うの？ブラウン管工房の店長さんに怒られるのが嫌なんだけど。これは貴重な実験のためなのだ。わかるか、助手よ。お前がミスター・ブラウンに怒られる。ただそれだけの犠牲により、タイムマシンという人類の夢は完成を見るのだ。メモしておいたフェイリスの父親のメールアドレスを告げた。さらにタイマーも設定してもらう。はい、入力したわよ。よし、ご苦労。少し待て。フェイリスは D メールにどんな内容を書いたのだろう。その表情が少し気になるが、なんか思い詰めてるようだな。岡部、返事しないなら切るぞ。電話レンジカッコ借りよう。起動だ。放電現象始まった。フェイリス、フェイリスが携帯の送信ボタンを。また岡部が変があったの。どんな内容だ。ゆっくりとめまいが引いていき、俺の喉から吐息が漏れる。場所はフェイリスの自宅のままだった。それじゃあカードをオープン。こいつらは何をしているのか。まだターミナルカードがあるじゃん。次のターンで一発逆転狙えるってマジで。にゃふふん、今更逆転は無理無理にゃ。ここでフェイリスはターミナルカードのウィルステッカーを使っちゃうのにゃ。さあ、マユシの残りのウィルスカードはどっちかにゃ。マジパネっすね、フェイリスターン。ねえ、言って、その、できれば2手、3手くらい待ってほしいにゃ。ダメかにゃ。にゃ、フェイリスの真似してもダメにゃ。そんな。リーディングシュタイナーは紛れもなく発動した。つまりフェイリスの D メールは世界に変化を起こしたということ。今目の前でライネットをプレイしているフェイリスにどんなメールを送ったのだと尋ねたところで、フェイリスには答えられない。送った事実そのものがなくなったのだから。
痕跡は D メールを送った相手、すなわち10年前のフェイリスの父親の携帯にしかない。となると世界の変化は俺が自力で探す以外に方法はない。はあ、ふう、やっぱりフェリスちゃんは強いね。最初はマユシンのいい感じだったにゃ、素質はあるにゃ。でもたとえの試合とはいえ、ディフェンディングチャンピオンが負けるわけにはいかないにゃ。それに今度の大会では絶対に優勝するってパパとも約束したのにゃ。その日まで誰にも負けられないにゃ。パパ？もしフェイリスが優勝したら、パパは仕事中でも時間を作って絶対に祝福に来てくれるって言ってくれたのにゃ。あのね、決勝戦はラボのみんなで応援に行くね。ありがとにゃ。何かがおかしい。理性のさらに奥、内なる声が囁いている。理性のさらに奥、内なる声が囁いている。今の会話を反芻し、すぐに違和感の正体に気づいた。半数という字難しいよね。なんか繰り返し行うことみたいですね。フェイリスはこれまでライネットアクセスバトラーズの公式試合に出たことがなかったはずだ。メイクインニャンニャンでダルにジョン・タイターについて尋ねたあの時、その話題も出たことを俺は覚えている。ということはフェイリスが改変した過去とはライネットの大会に出るというような内容のことか。しかし D メールを送って過去を改変するほどのことだろうか。失礼、ルミホ、少しいいかね。パパ。グハー、フェイリスタンのお父様か。挨拶しておかないとまずくね。フェリスちゃんのパパさんって社長さんなんだよね。すごいな。助手ドクペル、冷蔵庫のドクペル、ドクターペッパー一本もらうわよ。飲め。ごめんにゃ、フェイリスはパパと出かけなくちゃいけなくなっちゃったにゃ。それじゃあマユシーたちはこれでバイバイさせてもらうね。フェイリスさん、僕とのお手合わせは？手取り足取りライネットの何たるかを抗議してくれるっていう約束は？誰もそんな約束してないと思うな。ええ、そうですとも。言ってみただけだからな。ダル君、フェリスちゃんを困らせたらダメなんだよ。ほら、オカリンも帰ろう。ああ、そういえば今日はやけに静かだったね。どうかしたのにな。いや、秋葉を高みから見下ろし越に入っていただけだ。さすがオカリン、意味不明なり。フェイリスと共に玄関へ行くと、パパさんや執事が見送りに出てきた。ダンディーなパパさんは、また遊びに来なさいと言って見送ってくれた。
フェイリスのパパさん、いい人だったな。金持ち特有の偉そうな雰囲気がなかった。ルカ子、ゲーム面白かったです。この前ラボにお邪魔した時に皆さんと一緒に遊んだポケベル番号推理ゲーム、とっても面白かったです。また一緒にやりたいなって思ったりして。あ、そうそう、あのあとお母さんにいろいろ聞いてみたら、青春時代のことをいろいろ思い出したようで、遠い目をしていました。なぜか深々とため息をついていたのが印象的でした。 PS、 サミダレ素振りは10回ぐらいでした。よくやった、ルカ子。日は傾きかけていたが、秋葉の駅前にはまだまだ人が多い。外国人の姿がいつも以上に目立つ。秋葉という街はわざわざ海外から家電製品や萌えグッズを買う人がやってくるほど世界中に知られているのだ。それにしても暑い。フェイリスの家はエアコンが効いていて実に快適だった。ラボにも導入したいところだが、残念ながらそんな金はない。どうせならどこかで飯でも食べていこうか。そう思って立ち止まると、中野に何の用があるのだ。あのね、昨日アイソードの同人誌が出たんだ。エロ？ううん、でもね、エシさんは方がユイさんなんだよ。マユシーは久々に本気出さなきゃって。へえ、甲賀結衣か。去年のガンバムのキャラデザっしょ。ガンバム、ガンダムの。うん、そうだよ。ガンダムの変形かな。僕の分も買っといて。わかった。おいおい、お前たち何を言っているんだ。同人誌ならば虎の穴が目の前にあるではないか。目の前ってどこ？いや、目の前は目の前だ。あそこに。指さした先に虎の穴はなかった。あれ、場所を間違えたのかと思った。慌てて周囲を見渡してもそれらしきものが見当たらない。それどころか、虎の穴に隣接しているアニメートまでが消えている。フェイリスの仕業か。アニメイト、その場所には代わりに電気店が入っていた。虎の穴もアニメイトも一体どこへ行ったのだ。それはひょっとしてギャグで言っているのか。秋葉には虎の穴もアニメイトもないよ。
からマユシーは中野まで同人誌を買いに行くのです。ないってどういうことだ。昨日までは普通にあったよな。昨日はどうだった。フェイリスの家に行くときはっきり見たわけではないが。だからないって。そもそもそういう萌えショップが秋葉にあるわけないじゃん。萌えの聖地といえば中野だろ。上皇萌え、萌えをフェイリスが独占するためにか。まあそんなせこい真似はするような人間には思えんけどな。フェイリス、秋葉の方が萌えの聖地としては世界規模で有名ではないか。ついに暑さでおかしくなったか、オカリン。秋葉は電気街、萌えショップができようもんならマニアどもが暴動を起こすレベルだお。会話が噛み合わない。この感じ、この感じだ。目の前に広がる景色をもう一度じっくり見て、ようやく理解した。あまりにも現実離れしているが、理解だけはした。それでもそれが本当のことなのか信じられなくて歩き出してしまう。この町の混沌が薄らいでいる。アニメやエロゲーなどのいわゆる萌え系オタクを対象したショップだけが秋葉の街からきれいさっぱりと消えてしまった。最後の悪あがきとばかりに俺はいつもよく行く場所へと急いだ。メイクインニャンニャン。マユリやフェイリスが働いていて、俺やダルが行きつけにしているメイド喫茶。ちょっとなんちゅうこっちゃ。フェイリスなんだ。メイドになりたくなかったってことなのか。だがその店の前にたどり着いた俺はとどめを刺された気分でその場に立ち尽くすしかなかった。ない。なくなっている。萌え系ショップだけでなくメイド喫茶までが消えた。おそらくメイクインだけでなく他のあまたのメイド喫茶やコスプレスサービスの店もことごとく消えているだろう。マユリ、お前メイクインで働いていたよな。メイクインで何かな。ジャガイモ。ジャガイモ。メイクインっていうジャガイモの種類あったっけ。あったような気がするな。メイクインニャンニャンだ。マユシーがバイトしてるのはルモアンヌだよ。ルモアンヌ。それはメイド喫茶か。ううん、普通の喫茶店。秋葉にはメイド喫茶は一軒もないのか。ねえよ、秋葉に来る人間はそういう萌えビジネスとか毛嫌いしてんだから誰も寄りつかないって。もはや確定的だった。これはおそらくフェイリスがさっき送った D メールの影響。
クリスが言っていたバタフライ効果だ。フェイリスは幼い頃から秋葉の都市開発計画の会議に参加していたと言っていた。そしてフェイリスの意見が取り入れられて萌え系ショップが増えたのだと。しかし直接的あるいは間接的に否定するような内容の D メールを2000年へと送った。それによってそれらの店がない秋葉という世界線へと再構築された。そんなところか。なんでフェイリスは自分から働いているメイクインニャンニャンを消したかったのだろう。たった一通のメールによって一つの町が歩んだ10年の歴史がまるまる改変されてしまうなんて。俺たちの都合というよりフェイリスの都合で町の姿を変貌させてもよかったのだろうか。変貌か。そんな罪悪感にも似た感情はあったが、そもそも元の秋葉を覚えているのが俺だけである以上、誰にも責められることはない。変わってしまったものはしょうがないと思うしかなかった。それにしてもフェイリスめ、一体どんな文面のメールを送ったのだ。これ気になるよね。フェイリスのお父さんの携帯見たいな。翌朝明るくなってからラボを出て街をブラブラと散歩してみた。電気店などは前と変わらずそこに存在している。むしろ増えている。道の真ん中でビラを配るメイドさんや若い女性客、いわゆる腐女子こそ見なくなったが、本質はオタクの街であることに変わりない。そのことに少しだけ安心した。ちなみにメイクインがないのに俺とフェイリスがどうやって知り合ったのかについては、昨日昨夜マユリが話してくれた。池袋の玩具店で開かれたライネット AB の小さな大会にダルの付き添いとして俺とマユリはついていったのだが、ダルが腹痛で リタイアし、急遽俺とマユリが飛び入り参戦することになったのだ。その対戦相手がフェイリスだった。それ以来マユリがフェイリスに懐いてしまって友達付き合いが始まったとのこと。ひとまずラボに戻る。はい、それでは今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。またね。